Time was this was our town. One heist gone bad, now we're hiding, biding our time. The guild, a shadow of what it used to be. It's a tough time to be a thief in Abar's Landing. But this is where fortunes are made. Learn quick, and nothing will be out of your reach. Rebuilding the guild is the only way. Need to bide our time, and then strike. This was our town. And so it will be again. とりあえずじゃあ一回戻りましょうか。オーリドンでやるか仕事を。まずはちょっと待って、スキル、あ、影が50になったね。いよいよあとは暗殺と吸引だけ。泥棒スキル、錠前屋。解除する確率を 10% 上げる。これいいね。これね、4にしたいんですよ。すると、本当にあの、泥棒が楽になる。あと、やっぱ、スリね。これが上がっていかないとね、どうしても、なかなかね、見つからずに仕事を終えるみたいなことは難しい。急速忘却、これ。いいですね。どんどん泥棒のこう技術を上げてきた。自分の子供よりも馬たちを念入りに見守っている。自分の子供を念入りに見てくれ。馬はその次でいい。よし、じゃあオーリドン行きましょう。オーリドンならどこでもいい感じだね、これね。私のね、イメージではだよ、うん。スカイウォッチよりもバルケルガードの方がやりやすい気がする。スカイウォッチ、こう、あの、式典のなんか、お客様みたいなのがまとまっていたりするからね。賑わってるの、すごい、うん。だからね、あの、見つからずにみたいなの難しい。なかなかばらけてないんですよ、 NPC たちが。どれだけ長いことあなたを探してたかわかる？怖い。でも寄ってこないね。じりじり寄ってこないね。信じられる？ドラゴンよ、自分の故郷に。一体どうするの？横向いてるから無理かな。わからない。リバーホールドの家族が無事だといいんだが。やりやがったな。やりやがったな。いけんじゃない？はい。あ、ちょ、間違えちゃった。これはもうごめんだわ。これはもうごめんですわ。探検投げちゃった。ちょっとごめん、本当にごめんね。
もう衛兵に罰金払うから俺。止まって、うん、罰金を払ってくれるか犯罪者、うん、払う。それとも武器を。俺が悪いんだもんだって。そんなに悪くはなかっただろう。悪いことしたよ。ねえそこのあなた、有意義な仕事をしたいとは思わない？四角ボタン押しちゃったんだな。×ボタンね。X ボタンか。あっ！一体何をしているの？ごめんね。見つかったな、発注コパーもあったのに。ムクハロ。止まりなさい。あ、警備兵マンダリームに言われたんだね、今ね。アンガランメン、すごい名前。アンガランメンはあげる。なんかさ、すぐすれないんだけど。ダメだ、まだ警戒してる。アンガランメンからもらおう。行けた。あ、サーニャ隊長に見つかっちゃうな、これ。訪問者がこんなにいるのに時間がない。値段は下げ。見つかっちゃうの。はい、まだいけるね。まだいけますよ。はい、よし、もう一個。はい、あ、見つかっちゃった。汚れた手を離せ。ごめんね、ラミオン。あ、衛兵が来ちゃ。いや、結構厳しめだな。高い。高いっていうか低いのか、パーセンテージ。はいよ。最高の状況。はい。なんかすげえ、なんか調子悪そうな子にここから盗むの申し訳ないんだけども、子供用の太鼓。はい。ところでどこに行ったんだろう。どこに行ったんだろうね。炎の上で飲むもの。払いはね、またやろうとしたら、その指があさっての方向を向くことになる。すみません。いいな、この辺り、やっぱり。はい。よしぞ、あと一個だ。よーし、オッケー。このグラウッドで。なぜかいつも物をなくしてしまうの。なぜだろうね。一回売ってからにしようか。衛兵に見つかっちゃうとね、持ってかれちゃうからね、盗んだもの。すげえ。すげえサイバーな色してたな、今。どこにあったっけ？ここか。
演者と一般市民。演者っていう区分が何なんだろう。何このアンダーリ。こっちよ。どうしたアンダーリ。ちょっと待って、まず売らせて。コンニング、今日は何をくすねてきたのかしら、楽しみね。これを買ってほしい。うん、でいいか。お互い。コンニングは、コンニングじゃねえ、アンダーリは何なの。ゼイラがあなたを探している。あ、そういうことなの。あまり上機嫌には見えなかった。あなたがしたことに関係なく、ただいつもより堅苦しい感じよ。何かを表しているわね。彼女は理由を言ったか。マグニフィカファロラーの墓を襲撃して失敗したことについては知っているわよね、うん、でも鉄の車輪が行方不明の持参金を回収しにやってきた。私たちじゃないなら誰が盗んだの。ゼイラが答えを求めている。隠れ家にいるわ。さあ行って。分かった、そこで彼女と。ゼイラの居場所は知っているでしょ。隠れ家でいつも書類を見つめているわ、うん、なるほどね。あの無法者の隠れ家にいれば、あっちの盗賊ギルドのクエストがね、うん、受けれるようになったよみたいなのが分かるんだね。ただまだ仕事を終えてからだ、戻るのは。グラウッドに行こう。信じられる？ドラゴンよ、自分の故郷に。一体どうするの。わからない。リバーホールドの家族が無事だといいんだが。村に行きましょう。エルデンルート。ちょっと飲み物飲む。グラウッドは結構なんだろうな、まあウッドエルフが相手ってこともあって、火の中にどうやって彼らを見つけるんだ。盗むパーセンテージがね、高い NPC はなかなかいない。だウッドエルフは相手はあんまり良くないみたいよ。ほら 50%、 ほら30%。ルエニッセは、ルエニッセも高め。寝てる人とかいいんじゃないかなとか思うんだが。あ、この人はいいよ、メリンフェル。いや高えな。何かしようとしたら衛兵を呼ぶからな。何もしてないだろまだ。するつもりだけど。よし。あ、よく見つからなかった。あ、あなたから何かをもらうわ。罰金か命。私としてはどっちでもいいわよ。罰金にして。命は取らないで。同じことを繰り返さないでね。はい。どうせやるでしょうけど。やるよ。カウントはどうなんだろう。あ、でもカウントは入ってない一応。これ娯楽用品のスリなんだ、うん、手に入ったものが娯楽用品だったらあそこのポイントが入るんだね。
めっちゃ目の前でやってんな俺。発見されてる今。後ろ目めっちゃ見てる。はっ。よし。全部取ったぞ。道を戻るべきかな。うん、そうだね。落としてきたんじゃないの。信じられる？ドラゴンよ、自分の故郷に。一体どうするの？わからない。リバーホールドの家族が無事だといいんだが。ダメだ、高い。あ、いいぞ、ハージハード。はい。よっ。あんまりそっちに行く前にやりたいんだが。あー、もう集団の中入っちゃった。フレデビーブさんが見てるな。フレデビーブジャンヌ、ブレトンのかな、名前的に。好みの違いからしてどんな風なのかわからない。ハイエルフとカジートはローブ、サーコート、ジャック、かわいい。対策と体型に合った服の準備が整ってるわよ。びっくりするほどかわいいなこの人。彼らが話す場所になんて行けないさ。軍やら何やらくだらないものが邪魔をしてるからな。ただ声が合ってなかったね。声はちょっとマダム的な声だった。もしかしたら年結構いってる人なのかもしれない。よし、どうだ。そんな、彼女があれを盗むはずは。まさか。ダメだ。フロンタリウスはどうだ。インペリアル高いな。なんで、なんなんだこの人は。自分の故郷に起こったことを無視するなんてできない。これは私が部下たちの堕落を見落とした結果なのだ。何の話をしているんだ。インペリアルだね。インペリアルの将校みたいな感じだけどね。帝国の者がなんでグラウッドに。ザラス、ザラス様、そんなところで寝んの。不思議なんだが、走ってるな。おけか、走ってる。なんか変な格好して走ってる。そうか、変な格好で走ってる。ダメだ。カラベン、カラベンはどう。カラベンもダメ。あ、いいよ、フィロナス酔っ払ってるね。いいよ、お酒飲んで。はい、はい。あ、じゃ、見つかった。ちゃう、ちゃうって。捕まったわね。あ、来た。あ、あ、逃げられると思ったの。みんなそう思うのよね。その数と言ったら信じられないわよ。逃げようかな。はっ、逃走者よ。じゃ、あ、はっ、はっ、逃げられちゃった。マジかかない。あ、あ、あ、うん、うん、まだ追ってきている。あ、ちょ、待ってくれ。水の中に、水の中に入ったらいいんだ。水の中に入ってしまい、水の中に。よいしょ、よいしょ。どうだ、追ってくる前。いやー、危ないとこでしたね。だいぶヒートがでも上がってしまったな。
ちょっとそこそこ盗んでたからさすがにね、あれを没収されるのは痛い。いやでも襲ってきちゃうな、もう衛兵が。信じられる？ドラゴンよ、自分の故郷に。一体どうするの？わからない。リバーホールドの家族が無事だといいんだが。この人確か確率低かったな。もうあとちょっとなのよ。もちろん全て気づいたでしょうけど、エルデンの木はとても背が高いわ。同じようにカモラン・アエラダン王の玉座も木の枝の一番高いところにあって、とても見事なの。やれるはずだ。よし、カラベンがこっち見なければいい。とても興味深い。よし、来ちゃう。衛兵が。別の財布に入っているかもしれない。私の財布に入っている。なんか死んでる。あ、この子が死んでるんだ。ギルナイ、あなたが名誉ある万人たちを守ってくれたように、神々があなたのことを守ってくれますように。なんか申し訳ないな、そんな。いやー、確率がもうないのか。そっか、俺が全部取ったのか。彼から。あと一つなんだが、多分出会うと思うけど、バレンウッド全体に紡ぎ手がいるのよ。私たちの最も重要な神イフレの最も敬虔な信者よ。これは何のいたずら。いけるんだが後ろにいるんだよな。エンドウィナス、どっか行かない？ずっとあれ、グランノンゴールとずっと喋ってんのこれ。ダメか。それはよく見考えた。やめて。忙しいとは思うんだけど、ただあなたの首に賞金がかかっているので払った方がいいわよ。これでどうだ。わかった。上には言わないでね。彼らは町を無防備に残していったわ。彼女さえいたら。エンダーレ将軍は英雄だ。彼女がヘブンを海賊にくれてやるはずがない。難しいな。あと一つなんだ。あと一つ何か盗めたらいいな。バララダン。はい、確率のいい人だこれ。バララダンがちょっとフリーになるとこ見よう。この石の年代が、興味深い。あ、カラベンは行かなくていい。あ、道をたがえたぞ。よし、はっ、よし、どうだ。グリーンシェイドまだあるの。はい、あ、ごめんなさい、泥棒。ごめんなさい。見えてるぞ、衛兵を呼ばせてもらう。やめて、呼ばないで。苦しい。あなたは新しい仕事を見つけるべきよ。そうだね。
よし、あと2つ。ここやべえな、難易度高いわ。ここよし、もう一丁いけねえか。はい、いけたー。よし戻ろう。もう怖い。あ、アンダーリいるじゃん、さっきの。私は寒さと湿気が苦手なの。寒いのかな、ここは。中は日の当たらないとこは寒いのかもしれないね。はい、よし、じゃあゼイラの話を聞こうかね。あ、その前に報酬を。感情が必要？できるだけ多くのスリを働いてきたぞ。冗談でしょ？一座の全員から盗んだの？わかんないけど。今後は私たちについて生意気な口を聞くのをためらうかもね。ギルドのおごりで一晩街で過ごすといいわ。ありがとう。よし、なんかもらえたね、今。これじゃない、これか。大量の洗浄済みの積み荷。なんだろうこれ。あ、売れるのか。洗浄済みだから普通のお店でも売れますよと。ゴールドスターへ。盗品商では忙しかった。盗品商では売れないんだ。普通の商人みたいなのいなかったっけ。はい、痛い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 。見て見ぬふりをする人がいるのに。じゃない。なんか知らないけど、なんか探検が開いたけど、今コレクションが。タイミングが全然わかんないんだよなこれ。どういうタイミングで開いてるんだろう。お、集まってるねみんな。墓に戻るの？計画ってギルド最大の失敗を思い出すこと？私の計画は鉄の車輪から逃れることよ。謎の後援者へ。さあ、またはマダムへ。なぜこのような小さな貴重品が私の家の戸口に現れるようになったのかは分かりませんが、あなたは私の生活水準をかなり改善してくださったと言わずにはおれません。しかしながらお返しに、あなたが求めるものは私の力で差し上げられるものを超えています。例えば今日から1週間後の夜明けに北へ向かう道を通ってキャラバンが出発することについて話せば、自分の地位が危うくなりそうです。そして私の町の商人が金庫の中身を銀行に持っていくのは毎週3番目の日だと知らせるのは私が明かしてはならない極秘事項なのです。私たちは互いに理解していると信じています。いい。いいって誰だろう。なるほどね。言っちゃいけないよっていうことも言ってくれている。ここにいてよかった。マグニフィカ・ファローラーの持参金が本当に彼女の一族の墓から盗まれたのか知りたい。
もしそうなら誰がやったのか見つけ出す。そうでないならニコラスが始めた強奪を完了させる。彼女は何をするのかしら。別の鉄の車輪を送る。どうやって。私たちはアルダナビアの墓に戻る。これまで遭遇した中で最も致命的な罠を迂回し、財宝の眠る地下墓地を漁って見つけられるもの全てを手に入れてくるの。ひどい計画だな。ひどい計画だけど、ひどい計画の中では一番マシなものよ。あの持参金に何があったか分かるまで私たちはずっと貯水池で暮らすのよ。分かった、話を聞こう。パーシウス・ロッシュが助けてくれると思う。彼は生きてマグニフィカ・ファロラーの一族の墓に足を踏み入れられる数少ない人物のうちの一人なの。なるほど。クエンを連れて彼の店まで彼を迎えに行って、タヌスへ続く道にある王子の門付近で合流しましょう。パーシウス・ロッシュは信頼できるのか。パーシウス・ロッシュは鉄の車輪の味方なんかじゃないって保証するわ。彼はダイヤモンドシンブルであなたを待ってる。待たせすぎると彼は我慢ならなくなるでしょうね。なるほど。じゃあ行こうか。パーシウス・ロッシュを探しに出かける。そこで会いましょう。分かった。長旅の用意をして安全で真っ当な家に連れて行く。また守れない約束をするのね。パーシウス・ロッシュと会う。ちょっとカメラ遠すぎたか。哀れな魂を救ってくれない？何なの？あれか。ちょっと混乱してるわね。あれ？何が起きたのか売り子が教えてくれるかもしれない。あそこ人が倒れてるのかと思った。マネキンか。びっくりした。この者は正式な苦情を提出すべきね。どうしたの？鉄の車輪はどんな権利があってここに更新し、私たちの品物を破壊しているの？悪党、悪党のチンピラたちめ。パーシウス・ロッシュはどこにいるの？それで鉄の車輪が全く同じことを言ったわ。もっと大声で拳を震わせながらね。なるほど。彼らが名前を怒鳴ったとき、2階で何かが壊れた凄まじい音が聞こえた。何かが壊れた音？何が起こった？注意をそらすためよ、当然ながらね。鉄の車輪が2階に上がっていくのと同時に、彼は緩んでいた床板を外し下の階へと飛び降りた。でも彼は桶いっぱいの明るい色の染料の上に着地したの。彼のブーツは染料まみれね。なるほど、そういうことか。パーシウス・ロッシュはアーバーズランディング中に、明るい染料の足跡をつけて回ってるってことだな。それを追ってけばいい。それも鉄の車輪が言ったことと一緒よ。あら、本当。ほとんどの者が追跡に行った、うん、他の者たちは部屋をひっくり返してから追跡に出て行った。危ないんじゃないか。もう彼らより先に見つけたらママエアの給料を上げてやれって伝えておいてね。伝えておくよ。ロッシュの痕跡をたどっていって屋上から彼を見つけられるかやってみる。わかった。急いで。これか。なるほど、確かに明るい緑色の線量をたどっていけばついたりつかなかったりするんだね。これね、おかしな話だよ。
それともジャンプしていってんのかな。急いで、鉄の車輪が追ってきている。わかってる。私も追われている身なんだよ。どこだ次は。こっちじゃなさそう。まったく忙しすぎだ。え？こっから見えなくなってるんだが、私。あった、あそこだ。聖地に嫌がるな。まだこの先があるな。頼むよ、食べるものを買いたいんだ。働け。何を失敗した今。ゼイラにパーシウスロッシュを見捨てるよう言う。何かが失敗したみたいになってる。これを終わらせないと。見捨てるよう言うのが失敗したのかな。目撃者かもしれない人々に質問する。そんなとこあった。はい、同盟戦争の古参兵にお金を分けてくれないか。鉄の車輪が身なりのいい男を追っているの見なかったか。記憶力がそんなによくないんだよ。栄養失調さ。いい食べ物が役に立つと聞いた。だけどいい食べ物を手に入れるお金なんて。掛け合いをしてる時間はない。待ってくれ。静かに歩む者の友人か。そうだ。街の周りで二人とも見たことがある。いつも親切だったあいつは。知っていることを話すよ。本当か。では話してくれ。鉄の車輪がお前の仲間を捕まえた。責任者は怒っていたよ。逃げたから加工するために連れて行くって言ってたな。あれはアバーズランディングの外の砂地だ。奴らが囚人を撃つところさ。ほら地図に印をつけてやる。ありがとう、情報に感謝する。囚人を撃つとこ、ここ急ごう。もしかすると、ある程度の時間内に、追いかけれれば途中でね、助けられたのかもしれないってことね。捕まっ頼めないか。捕まっちゃったタイミングで失敗って言ってたのかな。尻が剥がれ落ちないか心配だ。まあ適当な帯があればやれるんだがね。水のことは忘れてくれ。なるほど。よし、クリア。ちょっと待って、これを。愛の名のもとに、どうか助けてくれ。助けに来たぞ。確かに緑まみれだ。
八大神に感謝を。この脳なしどもが私の縄を確認せざるを得ない状況を作るため怒らせようとしていたんだ。そうすれば頭を殴って脱走できる。だけどもう勇気ある行動は取らなくてよくなった。大丈夫なのかそれで。彼らはほとんど触れてこなかった。自分を縛り上げるのに必要なだけな。染料をつけたくなかったんだろう。ひどい見た目だったからな。気になっているようなら言っておくが、彼らには何も話していない。王子の門でゼイラと会おうとしていることを彼らは知らないんだ。旅はできるのかそれで。ああできると思う。護衛はしてくれなくていい。もう自分の後に染料の足跡を残したりしないからな。途中で追手を負けるだろう。王子の門で会おう。いいか。わかった。縄を解こう。ありがとう。ひどい見た目。盗賊の衣装を作るようなことがあったら相談に乗るよ。ありがとう。でゼイラと話す。ゼイラはどこにいるんだ。ここだ。この橋を渡り、そのまま北西へ行けばいいの。この道であったよ。何か忘れたの？ちょっと直してほしいんだ。ありがとう。その前にちょっと待って。アバーズランディ。オッケーでしょ。入る。みんな揃ってるな。みんな頼りにしてるわ。何か問題はあった？手に負えないことなどとりあえずない。じゃあ。タネス王国へ出発しましょう。道中は注意が必要だし、もし捕まれば山賊として扱われる、うん、でも墓に入るなんて私にとって恐ろしいことじゃない。もし何かが起こったら、まあありえないでしょうけど、あなたを頼りにしているからね。出発する前にいい？アルダーノビアの墓について少し聞きたい。どうかしたの？分かっていることは何かあるか？卑怯な罠や厄介なガーディアンよ。それから多分最後には埃にまみれた地下墓地。なるほど。少なくとも鉄の車輪のことは気にしなくていいと思うわ、うん、戻ることについてどう考えている？アジトにワインボトルを持って座って、アンダーリが飲みすぎだと言うまでワインを飲んでいたいわ。けどこれは任務なの。自分がどう感じるかは問題じゃない。行くことが重要なのよ、うん。分かった。墓に入る準備はバッチリだ。行こう。アルダノビアの墓。レッドガードの貴族代々の墓は讃えるべき場所であり、守るべき場所でもある。日常的に使用される街道から遠く離れたハンマーフェルの荒野にあることが多い。あ、パーシウスロッシル。言わせてもらうと、墓の内部には別の道があるが、おそらく罠やガーディアン、驚くべき量の埃でいっぱいだろう。鉄の車輪を避けるための小さな代償だ。そこへはどうやって行くんだ？墓場の入り口を目指せ、うん、そばにある道に注意をしておくんだ。右側をな。右側？封印された入り口へと続く古い道に気がつくだろう。ただ道を確保するんだ。そうしたらお前と共に扉を開けよう。中を案内してくれるってことね。おお、そんな無理だ。中にあるものは絶対に自分を死に追いやるからな。扉の隠された鍵のからくりは知っているぞ。それ以外はお前にならできると確信している。なるほど。その先には行きたくねえと。一度くらい遠く離れた場所へ行って
鉄の車輪を見ずに済ませたいわね。俺なら何としても鉄の車輪との戦いを避ける。できれば墓に忍び込む別の方法を探し出す。だがお前は俺ではないし、その方が世界にとっていい。例えば俺は決してそのパンツを着こなせない。鉄の車輪がキャンプにどんな罠を散りばめているかわかる？おそらくわからないでしょう。死なないように努力してね。鉄の車輪がいるね。心配しなくていいって言ってたのに。ここに前回いた時は鉄の車輪は墓の前に野営していなかった。完璧ね。どうすればいい？先に行って私たちが侵入する方法を見つけて、気になるなら道を作ってもいい。鉄の車輪は援軍を呼べないから、見つからないようにこっそりと通り過ぎてもいいわ。私たちはあなたの足跡を追って後からついていく。なるほどね。中へと続く他の道はないのか。そのためにパーシウス・ロシを連れてきたのよ。彼は通用口について何か言ってた？まず彼と話して。うん、分かった。全員を中へと誘導しよう。話したね、さっきね。やり過ごす。仕事の時間かな、これは。私の前職が生きてくる時間じゃないのか、これは。で、なんだこんな罠あんの。なんかいるな。あいつも怒らってる。あいつ、あちゃあちゃ仕掛けられた罠で死んだぞこいつ。どうやったらいいんだろう。あんなことあんだね。これは入ったらダメなやつ。あ、見破られちゃう。なるほど、そういうことか。はい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 。あれどうやって解除するんだろう。解除のしようがないのかな。こっち来るのがいい。どうした？ぬん。罠を仕掛けてるやつがいるな。どこにいる、その盗賊は。いや、遠い。ダメか、届かない。なんで見つかった？ダメか。
あれってどう解除できんだろう。寄らなきゃダメか。当たるね、でも。ちょっと待って、他の道ってこれか。いや、こっちが他の道だな。印象的な素晴らしい。どうやって通り抜ける気？ゼイラならここについて熟知してる。持参金を盗むこと以外はね。わからない。この前はニコラスが後ろの道を見せてくれた。彼の日記に手がかりがあるかも。役に立ちそうなものは？ニコラスはパズルが大好きだった。挑戦できるわよ。なるほど。剣、ヘビ。あ、エルダースクロールズ。刀剣が騎手の消えかかった文章。時の経過によって文字は薄れている。大蛇ブーリズの消えかかった文章。全然読めないじゃない。これはアルダノビアの強奪日記からの抜粋。フンディングの道を開くにはトゥワッカの柱を通過しなければならない。その後、マルークの道をたどれば長身のパパの水差しの聖なる灰を手に入れることができるだろう。それによって神事の真実が明らかになり、そこから宝物庫にたどり着くことができる。トゥワッカの柱を通過するのが最初の問題だ。ヨクダの将軍たちの装飾がついた鍵が壁に設置されている理由が他にあるだろうか。もしこれまで同様、我が知識が正しければ、この鍵は、ナリマヤとトゥナスカの兄弟を、元にした物語への言及になっているはず。文章を探して何か手がかりになるものがないかどうか探してみる必要がある。宝物庫に関係があるかもしれない。古い文書から、抜粋を見つけた。後で必要になるかもしれないから書き記しておく。こうして兄弟はそれぞれ戦場に立ち、夜の静けさの中退治した。各軍の死体が足元に横たわっていた。彼らの周囲で燃える炎により戦場は淡い黄金色に照らされた。トゥナスカは北に立ち、彼の将軍であるアキシとブーリズを従えていた。南に立つナリマヤはこれに対峙し、彼女の信頼する二人の参謀、ニシュカとプントルを従えていた。二人にはこれが最後の戦いになるであろうことが分かっていた。二人のうちどちらかにとってもこれが生もしくは死への扉を開く戦いになるだろう。これは明らかに将軍たちがそれぞれ参謀たちの真ん中に位置していたことを意味している。宝物庫への手がかりだろうか。あとはあの部屋に入って将軍たちの順序を解明できるかどうか試してみなければならない。それと炎についての言及は方角？どれも決定的な情報になりうる。文書のコブの部分を一致するもので、何か順序を示しているものがないかどうか注意した方がいい。
部屋の中の何かがこれに研究しているに違いない。順番かそれとも数、とにかく何か。いい予感がする。きっと財宝がじきに手に入る。なるほどね。炎の数が一つ。いや待てよ、ちょっと周りから扉、その扉がどうかした。分かってないみたい。ベルさん、こっちを見ないで。パズルは嫌い。一度誰かが答えを知れば皆が答えを知る。私たち以外の皆がね。その日は何かおかしい気がする。彼らは何か手がかりを持っているのか。炎がおかしいって。ニコラスは謎かけが好きだった。彼の古い日記にこの部屋についてこう記述されてる。トゥワッカの柱。彼はいつもパターンや違いを探すよう教えてくれた。突出したものや置き方の順番とかね。ああなるほど、台座に載せられてる壺の数がちょっと違う気がするな。これは結局意味ないの？南側から来た場合はってことね。なるほど。でも罠がしこたま仕掛けられてんだろうな。北に立ち、南に立ち。なるほど。北は秋首都ブーリズ。刀剣アキシュ。アキシュのなんかマーク的なもんないの？全部同じもん持ってんな。大蛇のブーリズか。
蛇があるの、でもこれだな。2週か。プントル。学者のプントル。なんかあんだよね。こっちなのかな。違えな、真ん中って言ってたじゃん。いや難しいだろこのパズル。ちょっと待って、高額ね。1が大蛇のグーリズ。プントル。プントル。ここはやっぱ真ん中なんだな。いやでもこれじゃねえんだよな。行きましょう。たまたまだったけど何も解明せずに開いたけど、なんだろう、どういう謎かけだったのか分かりてえな。これはちょっと待ってたまたま開いたな
いや、だって同じでしょ、これ。こっち違うのよ。大蛇に、刀剣。意味がわからん。あれ罠だ。日記によると、この裂け目は神事の真実と呼ばれている。神事の真実。この前はここを通らなかった。そこが見えない。そこはあるの？潰れる音がするまでどれくらいかかるか調べてみない？クエンと静かに歩む者は隠された仕掛けを探して、メルサはこっち、マルークの道を歩くためにね。あなたの弟子はどうしたの？背後を警戒してるわ。じゃあ行きましょう。いや、怖いね。横断する方法があるはずよ。壁を登れるかな。そこの崖の上に掴む場所があるといいけど。いや、ないな。なんかやっぱり貫壺みたいなのあんだよな。これだね。なんだここは。許して古き友よ。なんて言ったの？なんでもないわ。ベルサ、あのパネルが見える？合図するまで手を置いてて。なぜ？マルークの道に入るとオーラの光に包まれる。あなたがパネルを触っている間、闇は無害よ。何が危害を加えに来るの？死ぬかもしれないし、怪物に食べられるかもしれない。そう、じゃあ楽しんできて。ベルサは理解している。でも行く前に話し合うべきね。何があんの、この子に。マルークの道の向こう側は長身のパパの水差し。大きな壺にしては洒落た名前ね。日記によると、宝物庫に到着するには壺の中の神聖な灰が必要みたい。さて、いよいよね。さあ行きましょう。どうした？ここで彼らが死んだ。エッダにダルダ、そしてニコラス、闇に飲み込まれた。ごめんなさい、これについては話せないの。過去を思い起こしても、もしくは後悔しても何の役にも立たない。なるほど。何を予期すればいいのか教えてくれるまで闇に足を踏み入れないさ。そうね、それについて話をすれば神経も休まるかもしれない。その闇は異常なの。それを吸い込むと病気になってしまうのよ。さらにひどいことに、小道にいるガーディアンたちはダノビアの血統でないものを全て攻撃する。そして小道もまたとても危険なの。小道がどうしたんだ？小道はねじれて曲がっていて、外れるまでどこに向かっているのかもわからない。どういうことか見ればわかるわ。油断は禁物よ。私から離れずに光の中にとどまって、そうすれば通り抜けられると思う。もうこれ以上ここで誰かを死なせたりしない。よし、分かった、準備は整った。行くわよ。行こう。うろうろしないで。分かった。闇の中で皮を剥がれるわよ。
し。まだ移動中よ。パネルを持っていて。だいぶくねくねしてるね。起きたの？それにニコラスはどこ？スイッチを入れたみたいに彼らの叫び声が聞こえる。何かしたいけど、ここは行き止まりよ。戻りましょう。見逃した道があるはず。何？仲間が暗闇に終わりはない。仲間の死体があったの？腕が疲れてきたわ。パネルを解除しないで。ガゴイ。の一つが変な目つきでこっちを見てる。え？それを怒らせないで。ゴールじゃないそれ。やったわ、あれがツボね。悪いわね、長身のパパの水差し。どれ？待って、あのランプはニコラスのものよ。これ？出ていくのを見たわ。彼は死んだって聞いたのに。ファロラは調査に来たはずよ。手に入れた後、ここへ持ってきたかもしれない。ニコラスは生き残れなかったはず。生き残ったの？生き残ってるみたいよ。そのランプは確かにニコラスが持っていたものよ。なぜ確信できるんだ？私が彼のために調達したからよ。彼がランプを落とすところを見た。地面に落ちて明かりが消えたわ。そこから唯一覚えているのは暗闇と痛みだけよ。あなたは小道に立っていたのか、パネルを持っていたと思っていたか。私はとにかく灰を取ってここから離れましょう。これ以上この場所にいたくない。何か隠してるな。クエンと静かに歩む者に灰を返さないと。ベルサ、パネルを離していいわよ。何をしたかは分かっている。何なの？彼らがどのように死んだか、あなたがいかに彼らを殺したか。ひどいわベルサ、あなたにしても。英雄気取り？ギルドマスターに気に入られるため？バカね、私は認められる必要もない。あなたはパネルを抑えていた。生物たちが迫るのを見た。彼らを救えると思った。自分だけが。そしてパネルを離した。武器を握り彼らに加わった。私は救えたかもしれなかった。頭の中ではね、自分は英雄だから。でも光は消えた。闇が押し寄せ彼らを生きたまま飲み込んだ。手を伸ばそうとしたのよ。闇はあなたをも飲み込もうとした。その傷を治すため、あなたはアバーズランディングへ戻らなかった。少なくともすぐにはね。やっとのことで墓から這い出した。あの闇は想像を超えた苦しみを。ギルドに警告できたのはあなただけだった。鉄の車輪が来ることを教えられたのはね。ベルサ、やめて。ゼイラ、あなたが英雄だったことはない。いつも盗賊だった。今あなたはただの影よ。
なるほどね。クエン、それはまずい。何も言えないわ。私の見ているものは一体何なの？裂け目から奇妙な音が聞こえた。石と石をこすり合わせるような。クエン、さて。見えない橋を見つけた。それで私の助言に従って裂け目に落ちたのね。灰を、灰を橋に巻いて行き先を見て。それとクエンは戻ってきて。なるほど、そういうことか。あ、本当だ。なるほどね。確かに道が見えるぞ。道を作って、すぐ後ろから続くわ。何？よし。どうだ？先に行くべきなのか。アルダノビアの墓地。え？まあいいか。宝物庫への扉よ。この墓地の先にある。やった。どこの墓地にもある。なんだかわからないけど。墓には墓守が必要。ヨクダの格言にあるでしょ。お前の紹介は不格好で品がない。ダノビアの格言を暗唱しろ。これはまずい。ベルサ、クエン、静かに歩む者、下がっていて。なんとかするわ。ダノビアの格言を暗唱できない者は侵入者とみなす。合言葉か何かに違いないわ。何か思いついたらすぐに言って。期待してないでしょうね、私たちが。ファロー、よくだ。合言葉か、回転神事。バカベルサ、試そうともしないな。侵入者め、ダノビアの報いを受けるぞ。こうなると思ってたよ。よし、そんなに強くなくてよかった。計画通りにはいかないわね。そうね、はっきり言ってみんな死ぬかと思った。さあ、宝物庫を見に行くわよ。あれ？ないんじゃないの？暗号化された地図。うん、見せて。ニコラスは地図の半分を使った。薄いシートを現在の地図の上に置けば共通部分がぴったり合う。なるほど。破れた日記のページ。あのページはニコラスが持っていた日記のものか。トゥワッカが見守っている。墓地のガーディアンへの合言葉か。もう少しだった。全然似通ったものなかったけどな。あのスケルトンが何か？頭がない？切り取られたみたい。持参金を盗んだやつにやられたのね。どうして神聖な遺体を汚すの？何かに使うのかな。ゼル、持参金がないぞ。どういうわけか、ニコラスは生き残った。彼はここへ来てマグニフィカ・ファロラーの持参金を自分のものにした。信じたくないけどそうみたい。何かを見落としていない限りはね。何か見落としてる？彼の日記のページを見つけた。そこには墓地のガーディアンへの暗号文が書かれていた。彼の筆跡ね。
誰かによって彼の日記から抜き取られたものかもしれない。この骨はダノビアのものでしょう。これは彼女の墓なんだし、頭蓋骨が行方不明だったとしてもそうでなくてもこれはニコラスとは関係ないでしょうね。よし、この半分の地図はどうだ。ベルサはニコラスがこれらを使ったと言っている。うん、紙の上の3つの点ね。ニコラスはいつもアバーズランディングとノンシラ要塞を参考にしてた。この2点を並べると、ああそうか、3つ目の点はヒューズベインね。何もない偏僻な場所よ。もしニコラスが持参金を盗んだのなら、なぜこれをここに残していったんだろう。彼が残したゴミよ。仕掛けがわからなければページの上の3つの点は無意味よ。その仕掛けを知っていた唯一の人物はマルークの道で死んだ。ヒューズベインへ向かいましょう。もしニコラスが砂漠の中に隠れ家を持っているのなら、私たちが開ける時よ。なるほどね。ゼーラは知っておくべきだった。彼女は見るべきだった。もしかするとニコラスは怪我をしたのかもな。捕らえられていて我らの助けが必要なのかも。それとも、いや、それは考えないでおこう。裏切ったかってことだよな。何か訳があるといいけど、ゼイラがこれほどピリピリしているのを見たことがない。裏切っていたのかもしれないとは。ラクダ。これ乗って帰るのか。なるほど。ラクダがじっと見つめている。可愛いらしい。それはおかしい。ニコラスが持参金を盗んだなら、なぜ彼はギルドに戻ってこなかったの？怪我をしたか、捕まえられたの？アバーズランディングに戻って、彼の秘密の隠れ家で会いましょう。答えを見つけ出さないといけない。今は忙しいんだ。何か訳があるといいけど。もしかすると…なるほど、同じことだな。ニコラスの砂漠の隠れ家、それはここか。道なき道だな。あっちにスカイシャドウがあるから、ちょっと取りに行きましょうか。この上だな。この先がどうやらワールドボスのいる場所のようだね。ちょっとやるか。一回やってみようか。スキルを決めよう。
引き裂き、連続、不意打ち、靴、なんか使ったな。逆にしよう。連続打撃をまず初段で入れたいんですよ。なぜかというと、メルストロームの特権の効果ね、猛攻でダメージを与えると4秒以内に行われた単体への継続ダメージのアビリティによるダメージに呪文ダメージと武器ダメージが1690付加される。これをまあ付与させたいから、まずは連続打撃を与えていく。あんまりでも継続ダメージのスキルがあんまりないんだよな。切り裂く刃にしとこうか。こっちも連続打撃、切り裂き、切り裂く刃みたいな、多分この連携が一番痛いと思うんだ。何かやっぱ継続ダメージのスキル欲しいね。ちょっと待って、最後のやつ入れてなかった。ここです。ここに殺人者、死神の印、残忍な集中、残忍な集中力かな。死のクロークもいいな。死のクロークにしようか。あれもやられてるな。奴隷取りのベリンディ船長、マオマーか、マオマーだね。キルカッターのチャンピオン、マウマーってわけじゃない。普通に祈る。あ、ちょっと助けてくれ。ちょっと待て待て、私じゃないな、大将が。船長が、いやそんなことない。マウマーもいるけど、あれだね、あの別にシエルフで構成された海賊団って感じじゃないね。なるほどな。まだ湧いてんや。なるほど、ここに奴隷を捕まえてきてって売ってしまうんだと。なるほどね。湧いたんじゃないの？
これ来たね。これ来ましたよ。来た。恐怖、雷よ、落ちろ。このろくでなしどもを檻にぶち込んでおけ。あで、罰としてお前は骨が見えるまで鞭打ちの刑だ。荒れた海の憤怒を思い知れ。うん、危ない。うわー、食らった。逃げ切れなかったな、今の。早く治れ。このろくでなしどもを檻にぶち込んでおけ。よし、ありがとう、みんな助かったよ。みんな向こう行くけど、なんかあんの。流骨を切る。あ、その旅の祠は紅葉のものなんだ。せっかくだからね、観光がてら。ラミアがいるな。こんなところに旅の頃あんの。なんか見なかった？気のせいか。いい景色だ。なんかロケーションありますね。見ていこう。ゼートの慰め。ここか、それで。この先だ。当たったな。あ、やべ、危ない。なんだこれ。ん？なんかいるな。瀕死犬の一種。なんだそれ。瀕死犬の一種って何？この辺りのなんか悪いやつか。まだいるな。
この辺りですよ。これは別に敵対するわけじゃないね。リジャラ、こんにちは。こんにちは。こんなところで何してんだろう。それは何、それは何、ずっと聞いてくる、気持ち悪い怖っ。あれ、あ、それか、ここだ、ここでしょ。あれ、入れるわけじゃない。どっかでも入り口ありそうだね、これね。見落としてたか。何かがありそうだ。ちょっとライオン、一気に離れちゃうな。あ、ここら、この辺りだ。びっくりした、ついだ何かトラップが仕掛けられてるだろう。すげえいっぱい、なんかきらびやかなもんがあるわ。もらっていけるのか。もらっていける。小麦が入ってる。なんだこれは。紙の玉だ。金と書類は予定通りレディーイレニーモンテインに届けた。これでフバラジャード宮殿は完全に貸し切りだ。今後の作戦基地になってくれるだろう。コッシュ。書類、コッシュのサイン、なぜここに。血で満たされたクリスタル。よく見て、あの洞穴のクリスタル、中のものは血？誰の血なの？ダノビアのコイン。古代ヨクダの効果、ダノビアの肖像が刻印されている。持参金の一部に違いないわ。つまりここに持参金が書かされているのは間違いないってことだな。衣類の宝箱。ニコラスは変装道具を持ってた。ちょうどこんな感じよ。というか、これは彼のものね。なるほど、そういうことだ。コッシュがニコラスなんだな。マルークの道でニコラスがどうやって生き延びたかは分かった。やるのか、どうやって。クリスタルにはアルダノビアの血が含まれていなければいけないの。それを持っていればマルークの道はあなたを見逃すでしょう。闇の中で道を照らすために明かりが必要になるだろうから、一握りの灰を持っていくといいわ。そこから必要なのはただ一つ、墓地のガーディアンの合言葉だけよ。ダノビアの効果は墓地からのものだった。あの変装道具一式はニコラスの持ち物だと言ったな。もう十分ね。ニコラスは死を偽装し持参金を盗んだ。そして今はあの証人をコッシュと一緒に働いてる。こんな奴のために悲しんでたなんて。コッシュじゃないのか。コッシュがそもそもニコラスなんじゃないのか。
何をするつもりだ。ニコラスはそれをギルドに隠したかもしれない。知らぬほど災いは招かないか。だけど盗賊ギルドに伝えるわ。とてつもない災いを招いてもらいたいものね。そしてその災いを玄関の前にぎっしりと敷き詰めてやる。さあ行くわよ。アジトだよ。面白いことになってきたぞ。これは？メインホール。ああ、さっきのとこか。いいとこ本がある。盗賊の神の宝。大丈夫なのこれ。ここにロケーションあんな。ちょっと行けないか行ってみようか。よっ。ちょっとだけ降りたい。ちょっとだけ降りたかったのに。来た。この上だよね。こっちから行けないか。リオンだよ。いけそうだね。これはヒュー王子の閉ざされた墓。最高級品を揃えてるよ。ラクダだ。商人だね。こんなとこで商売して儲かんのかい。カジートから商品を買うのだな。よし、この者は商うために生きている。なんか特別なもの持ってんのかな。いやそんなことない。まあいいか。そしてアジトで落ちや。飛んじゃうかも。忙しい時に限って話しかけてくるのね。
ニコラスが私たちに背いたことをギルドに話した。静かに歩む者は冷静に受け止め、クエンは私を抱きしめ、ベルサは無言で立ち去った。つまり予想していたよりもマシだったってこと。盗賊ギルドの次の一派なんだ。鉄の車輪は港を襲い、すべてを破壊した嵐よ。動かしたのはニコラスとコッシュだわ。これから奴らの最も大事なものを突き止める、そして奪うのよ、うん、ちょっと待って、鉄の車輪。ニコラスが盗賊とはどんなものか教えてくれた。10年以上彼を知ってる。彼を信頼してた。他にそれほど言うことはないわよね。アルダノビアの墓に何が起こったのか知りたい。何について？ベルサはマルークの道で起こったことの責任はお前にあると責めていたけど、どういうことだ？ベルサは正しかった。私はこういうことを気軽に言わないの。責任があるから。エッダとダルダは私の過失で死んだのよ。ニコラス、彼が他の人たちよりもっと悲惨な死を迎えるよう祈るわ。ニコラスが何を計画したか知っているか？いいえ、初めてアルダノビアの墓へ一緒に訪れる前、彼は少しよそよそしかったわ。でもあれは私たちが成功させた盗みを考えても最大のものだった。いくら準備しても万端にはならなかったの。まだか。もうちょいで吸引は終わるね。次のクエストが来てる。クエンのメモか。クエンのクエストか。次は、さてと、とりあえず今日はここまでにして、次回ね、またこの続きを、やっていくことにいたしましょう。長時間のご視聴ありがとうございました。次回の放送もよろしければご視聴の方をお願いいたします。お疲れ様でした。ごきげんようさなら。お疲れ様です。